ラスバラードはイギリス出身のミュージシャン、ソングライター。70年代前半に元ゾンビーズのロッド・アージェントが結成したアージェントのメンバーとして活躍。アージェントだった後はソロアーティストに転向レインボーのヒット曲、アイ・サレンダーやシンス・ユー・ビーム・ゴーン、キスのゴッド・ゲイ・ブ・ロックン・ロールとツ2などのソングライターとして知られる。 1945年10月31日、イギリスロンドンから20キロ北に位置するハートフォードシャー州のウォルサムクロスに生まれる。バラードの父はダンスバンドのリーダーでドラムを担当。母はダンサーで、兄はキーボードを演奏する音楽好きな家庭環境で育つ。両親はバラードに8歳から12歳までピアノのレッスンを習わせていた。十二歳の時、陶石が右目に当たり、 三年間で十回の手術も、快楽失明する。その後、両親から、エレキギターとアンプを購入してもらったバラードは、友人たちと、リック・ニコルザ・レベルズというバンドを結成する。様々な地元のコンテストに出るようになり、あるコンテストで、ボブ・ヘンリットというドラマーと知り合う。バラードとヘンリットは、デイビッド・バスター・メイクルというボーカリストに出会い、1961年に、 バスターメイクルザ・デイ・ブレイカーズを結成する。この頃からバラードは自作の曲を書き始める。1962年、ヘンリットが当時イギリスの人気ロック歌手だったアダム・フェイスのバックバンドルーレッツに加入するためデイ・ブレイカーズを脱退する。その数ヶ月後、バラードもギタリスト兼ピアニストとしてルーレッツに加入する。 デイブレイカーズ解散後、メイクルは4人組のフォークグループ、ユニット4を結成しており、バラードとヘンリットは、アダム・フェイスザルーレッツでの活動の傍ら、ユニット4のレコーディングに参加する。バラードとヘンリットが参加して、ユニット4プラス2名機でリリースされた、コンクリートクレイは1965年に、全英1位、全米28位を記録している。アダム・フェイス ザ・ルーレッツは、ザ・ファースト・タイム、ウィー・アー・イン・ラブなどのヒット曲を出していたが、アダム・フェイスが俳優活動を重点に置くようになると、ルーレッツは他のシンガーのバックを務めるようになる。1967年にルーレッツが解散すると、バラードは、ヘン・リットと共にユニット4のツアーへの参加や、セッションミュージシャン兼ンソングライターとしての活動を始める。1969年、 元ゾンビーズのロッド・アージェントから彼のいとこであるジム・ロッド・フォードと計画していた新しいグループへの参加を要請され、バラードはギタリスト兼ボーカリストとしてヘン・リットと共にアージェントに加入する。アージェントはホールド・ユア・ヘッド・アップ、トラジディ、ゴッド・ゲーブ・ロックン・ロール・トゥ・ユーといったシングルヒットを放っている。このうちトラジディとゴッド・ゲーブはバラードの作品である。また、 アージェントのデビューシングルとなったバラード作のライアーはスリードックナイトがカバーし1971年に全米7位を記録している。ゴッド・ゲーブはキスがゴッド・ゲーブ・ロックンロールという2として歌詞を変えて制作したものが映画ビルとテッドの地獄旅行のサントラに使用され1991年にシングルリリースされている。 アージェントでは5枚のスタジオアルバム制作に参加する。バンドの音楽性がジャズ寄りになりすぎていると感じたバラードは1974年にアージェントを脱退する。同年 CBS レコードとソロ契約を結びファーストアルバムラスバラードをリリース。以降ソロアーティストとして活動している。バラードの楽曲は多くのアーティストに取り上げられている。代表的なものとして シンスユビームゴーン、アイサレンダー、ニューヨークグループ風のマジック、ビニングなどがある。他にも、アバカイさ後のフリーダと、アグネタの各ソロ作、ザ・フーのロジャー・ダルトリー、ポインター・シスターズなどにも、楽曲を提供している。また、プロデューサーとして、レオ・セイヤーやロジャー・ダルトリーの作品のプロデュースを行っている。ありがとうございます。